お待たせいたしました、サリエル様。よく来てくださいましたね、アンジェリカ。それにしても、せっかくの休日に呼び出して、こんなことに付き合わせてしまって申し訳ございません。いえ、最近は悪魔どもとも休戦状態が続いていて、さほど忙しくはございません。それに、私もサリエル様と一緒に遊ぶことができて、大変嬉しく思います。そう言っていただけて私も嬉しいです。それにしても、なぜ私たちはこのようなところに？いつものあの場所ではダメなのですか？それは、あのクズが霊の背景を切り取れな、ではなく、遊ぶ時はあの部屋よりもここの方がいい気分転換になると思ったのですよ。はぁ？そうですか。それでは時間も押してきていることですし、もうオープニングに入りましょう。はい、そうしましょう。そもそも私は姫騎士のアンジェリカとは全くの別人です。まあ、あれの元ネタがわかるのですね。いけない子。それは、たまたま偶然見つけただけで、別にいいじゃないですか。私たちの元のゲームだって健全かどうかと聞かれれば微妙なところはありますし、人のこと言えませんわ。微妙ってレベルじゃないんだよな。なお、あのオープニングはこれから毎回やりますわよ。気を取り直して、ポケモンの紹介をしましょう。アンジェリカ、ポケモンは持ってきましたか？はい、言われた通り3体持ってまいりました。まずはこちらです。ポン。なるほど、ヌオウですか。努力値は長所をとことん伸ばした HB 全振りです。特性、天然、によりメガガルーラやギルガルドなどが積んできても強気に出られます。
抗体が読めそうな場合には、あくびを打って抗体先に嫌がらせをすることも可能です。ただ、物理受け特化なので特殊技に弱いのもそうなのですが、相手が無王を知っていると挑発されることもあるのが厄介です。そして攻撃手段が自信しかないので、たまに岩石封じが欲しいと思う時があります。いささかピーキーですが、それでもかなりいいポケモンですね。ありがとうございます。それでは次に参ります。ポン。ハピで止まります。ことハピナスです。エコショックや奇跡ラッキーの登場以降あまり見かけなくなりましたが、それでも恐ろしい存在であることに変わりありません。ラッキーと違うのは、進化の奇跡以外のものを持たせることができ、かつシャドーボールでメガゲンガーと殴り合えることです。メガバシャーモの飛び膝蹴りなどは無理ですが、月光がのけたぐり程度なら四つのみで耐えてカウンターで返せます。努力値は BCD 調整でしょうか？はい、陽気な玉がブリアスの激鱗を一回耐えられるよう防御にかなり厚く振ってあります。特防の方はもはや有に及ばずですわね。前述の2体ではどうにもならない水君を倒すために用意したポケモンです。努力値は HBCD 調整で安定して戦うことができ、いざとなれば絶対レイドにかけることもできます。波乗りよりもハイドロポンプの方が良かったのでは？それを言われると弱いのですが、ここ一番で外したらと思うとハイドロポンプにする勇気が湧いてこないのですよ。では、私の持ってきたポケモンの紹介をしましょう。見ての通り、最大火力のシャンデラです。考えた末に、努力値は HC 全振りでいくことにしましたわ。本当は素早さにもっと振った方が強いのでしょうけど、こうするとメガバシャーモの叩き落とすを一回耐えられるんですのよ。こだわりメガネを相手に押し付けた後は自由に動けるので、相手を右も覚えさせてありますわ。こだわっているのなら全部攻撃技にするのが一般的だと思うのですが、こういうやり方もいいですね。こちらも最大火力のメタブロスです。努力値は HA 全振りですわ。実はこの子を育てていた時は、まだメガメタブロスの能力値を調べていませんでした。後になってメガ進化したら結構速くなることを知り、S に振らなかったのを若干後悔しました。ですが、タフさももちろんあるのでしばらくはこのままでいこうと思います。キノガッサ対策に寝言を覚えさせてあるのがミソですね。はい。諸バレルにも安心して出せますし、あくびも恐れずに済むので重宝しますわ。全体的に速さが足りないうちのパーティーにおけるスピード担当のオンバーンです。その素早さは、最速の月光がをもしのぎますわ。ましてや、あのサラマンダー風情が追いつけるわけもありません。回れさえしなければ、ですけどね。それよりリザードンを引き合いに出す必要はあったのですか？ねえ。アンジェリカ、大人になるって、悲しいことなんですよ。おっしゃってる意味がよくわかりません。それはさておき、努力値はとりあえず CS 全振りです。いささか火力にかけるのが難点ですが、出したらそれなりの仕事はしてくれますわ。長くなりましたが、ポケモンの紹介は以上です。では、対戦の方に移りましょう。早速お相手の方が見つかりました。お相手のパーティーは、ガルーラ、ガブリアス、青いおっさん、ジョイの CM、ゲンガー、ギルガルドですわね。何が出てきてもおかしくなさそうなパーティーではありますが。まず、ガルーラかガブリアスは確実に出てくるでしょう。というか見なかった試しがありません。ですので、その2匹に強いヌオウはとりあえず連れて行きましょう。ゲンガーかギルガルドは間違いなく出てくると考えられます。ゴーストは私たちのパーティーに通りがいいですからね。ですので、ゲンガーやボルトロス対策としてハピナスを出したいと思います。あとは、ギルガルドをどうするかですが。アンジェリカ。ラプラスがミラにを聞かせているからといって、スイ君が必ずしも出てこないとは限りません。それにもし毎日スイ君が現れた場合、他の子では何もできません。そこで、私はラプラスを連れて行こうと思うのです。
ですが、それではギルガルドの対処が、シャンデラの方がいいのでは。確かにシャンデラならギルガルドは倒せますが、それ以外のポケモンに対抗できません。それに、ラプラスならゲンガーやガブリアスにも対処できますし、ギルガルドはヌオーに任せた方がいいと思います。確かにそうですね。対戦、よろしくお願いします。この動画では初陣ですね。なんだか緊張してまいりました。気負うことはありませんわよ。アンジェリカ、いつも通りでいいのです。最初はガルーラですか。これはいい対面かもしれません。たまに冷凍ビームを持っている者もいるから油断できません。さて、ここはどうすべきだと思いますか？ここは様子見で自己再生をしておきます。もし捨て身タックルを食らってしまえばいくらヌオーでも半分以上削られてしまいます。それ以外の攻撃だったとしても十分リカバリーは可能ですし、お相手の傾向が大まかにつかめます。早速目が進化してきましたね。むしろ致命やはり捨て身タックルですか。自己再生を選んでおいて正解でした。こちらにはゴツゴツネットがありますし、HP も高いので反動がかなりの痛手になることでしょう。サリエル様のおっしゃった通り、かなり削れました。これならいけるかもしれません。他の技を選んでいたら、確実に次でやられていたでしょう。いい判断でした。問題は、次にどうしてくるかですが。ガルーラが居座るにせよ交代するにせよ、ここは自己再生が安定行動でしょう。そうですね。お相手は再び捨て身タックルを選択されたようです。削り切れることにかけたのでしょうか。どうやらガルーラを捨てるつもりのようですが。耐えただと。いい子ね。とにかく、鬼門の一つであるガルーラは突破。こちらは入善と体力を回復させていただきます。次はボルトロスかゲンガーか。そろそろヌオーの物理耐久の程を悟られる頃でしょう。出てきたのはガブリアスでした。何か策があるのでしょうか。意地っ張りでこだわりハチマキを巻いた完全物理特化型か、あるいは異能をついた特殊型か。どちらにせよ今後続に負担をかけるわけにはいきません。このまま居座って自己再生を続けます。激流で。さすがに激励に突き立ててみろ。どうして耐えられるか。耐えましたね。このダメージからして、どうやら普通の陽気なガブリアスのようですわ。しばらく自己再生の連打を続け、HP が安定し次第反撃に移ります。急所にさえ当たらなければこちらのものですわ。さすがに激励に突き立ててみろ。お礼を願いたいものですが。ゴキリンは兵の片道切符ですぞ。その論理でエクト棒はありえない。受けているダメージより回復量が上回っていますわね。これならすぐに持ち直すでしょう。殺意を激励に突き立ててみろ。本当に頭おかしいですよ。激凛のターンが切れたようですが、ラムの実でもなさそうです。こだわりスカーフが考えられますね。そしてそろそろお相手も交代させたい頃でしょう。あくびでもいいのですが、ダメ押しにもう一度自己再生して、万全の状態で臨みたいと思います。ギルガルドが出てきましたね。シャドウボールが飛んでくるのでしょうか。ここはシャドウボールを読むべきなのでしょうけど、ハピナスへの交代を読まれたらたまったものではありません。お相手の交代を促すため、あくびをするのがいいと思いますわ。確かに、シャドウボールなら一度は耐えられます。ここで剣の舞？ロッツって天然をご存知なのでしょうか。もしくはあのギルガルドは物理型なのかもしれません。これはチャンスですよ。アンジェリカ。はい、あくびも巻きましたし、ようやく安心して呪いが詰めます。そしてお相手の攻撃はシャドウクロウ。どうやらもう一つがないようですわね。相手の炭を完全に無視して、自分だけが積んでいく妙の本領がようやく発揮された感じです。お相手は物理一本に絞ったことがあだとなりましたね。もっとも、あそこでガルーラが妙を倒していれば、私たち
時は敗北していたでしょう。どうやらお相手は交際のようです。大変ありがとうございました。せっかくですのでもう一戦楽しみましょう。お相手のポケモンはバンギラス、ラッキー、ママンボウ、クレッフィ、ドククラゲ、クロバットですね。なかなか個性的なパーティーですね。楽しい試合になりそうですわ。しかし、誰を連れて行きましょうか。そうですわね。まずハピナスは毒の効かない相手が3体もいるので連れて行けませんわ。オンバーンも抜群を取れる相手がほとんどいないので残念ながら却下です。ここまでは絞れるのですが、あと誰を留守番させるべきかが悩みどころですわ。クレッキーは壁を張ったり麻痺をさせたりと万能ですから、先発で出てくる可能性があると思います。そうですわね。でしたらクレッキーを一撃で焼き殺せるシャンデラは連れて行きましょう。バンギラスは高確率で出てくると思うのですが、いかがなさいましょう。その時はまたヌオウに頑張ってもらいましょう。交代読みで電磁波を巻かれたとしてもどうということはありません。最後はいかがなさいますか。ラプラスかメタブロスかで迷いますが、相手はおそらく耐久のプロです。ラプラスだと基本的に絶対レイドぐらいしか勝ち筋がないので、メタブロスのパワーで押し切ることにしようと思うのですよ。対戦よろしくお願いします。少し難しい選出を強いられましたが、気になるお相手の初手は。これはあまり良くない対面ですわね。熱湯を受けられる子が控えにいません。やはりラプラスを連れてくるべきだったのでしょうか。悩んでいても仕方ないので、シャドウボールを受けますわ。しかし、本当に恐ろしい火力ですね。倒しきれたらもっと良かったのですが、そこはさすがママンボウといったところですわね。熱湯かと思いきや毒毒でしたね。ラプラスへの交換読みだったのでしょうか。お相手は交代。困りましたわ。調子に乗ってまたシャドウボールを選択してしまいました。ここはこだわりを解除するために一度交代するしかありません。メタブロスなら強引に攻められるでしょう。身代わりですか。こっから先へは行かせねえよ。お相手にもメガネがバレたんでしょうね。いいこと思いつきましたわ。もう一度チャンデラに逃しましょう。サリエル様並みを。まさか。そう、そのまさかですわ。お相手は身代わりを勝手に存じているはず。そこが盲点です。気づかれないといいのですが、小さくなられてしまいましたし、当たるとも限りません。どうやら気に終わったみたいですね。無事に成功しました。特性、すり抜けによる身代わり貫通。これでラッキーは実質機能停止。いくら小さくなれてもそれしかできないのでは意味がありません。かつてピンクの悪魔と謳われたポケモンもこうなってしまうとなんとも惨めなものですわね。ヒヒヒヒ。ですがまだ油断はできません。バンギラスに備えておにぎを選択しておきます。お相手の方は悩んでいらっしゃるようですわね。バンギラスはいないのでしょうか。クレッピーが出てきましたね。この技が完璧でもおかしくない場面なのに、クレッピーとは。相手の方はかなり狼狽していらっしゃるようですわね。今奪われたりしたら厄介ですが、そちらがその気なら焼き尽くして差し上げましょう。仮にシャンデラが倒されても、ヌオウがクレッピーをきっと何とかしてくれますわ。また交代。一体なんで受ける気なんだ。
しまった、ママンボウの特性は再生力、大文字を受けて殺してしまう。別にそんなことはありませんでしたわね。つくづく恐ろしいポケモンですね。次はクレッピを出してからラッキーに受けさせるという流れだと思います。シャンデラはここで死ぬ定めではないので、次はまたヌオウにでも交代しましょう。あら、もう降参ですよ。大変ありがとうございました。今日は楽しかったですね、アンジェリカ。はい、ですが、一つ反省点があります。確かに、今回は一戦で一匹のポケモンしか活躍させてあげられませんでした。次にやるときは、もっといろんな子を出してあげたいですね。それと先ほどから思っていたのですが、あの幕愛の宣伝はどうにかならなかったのですか？あのゴミ野郎は創造主に媚びを売れば許されると思っているのですよ。あいつはそういう人間なんです。なるほど。それでは、今日はこの辺でお開きにしましょう。また一緒に遊んでくださいますか、アンジェリカ。サリエル様のお誘いであれば喜んで。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。